どうもどうも皆さんこんにちは。アート系トーク番組アートエア、私アートスピーカーの辻大地です。今回は2024年に開催された横浜トリエンナーレ野草今ここで生きているっていうテーマのね、展示についてお話ししていきたいと思います。皆さん行かれました？横浜トリエンナーレ、ね、いろんなこう行ってからネットとかで感想を見ると結構こう、まあ、難しかったのはよく言われるんですけど、なんか怖かったとかね、なんかずっとこう説教されてる怒られてるみたいな疲れた展示でしたとかね、まあ、あとはなんか労働闘争のビデオとかも多かったんで、なんか土左翼の展示というかね、なんか政治の芸術に政治の問題を持ち込むなとかね、まあ、よくあるステレオタイプとか、まあ、あとは文字文章を読むのが多くて結構大変だったとかね、まあ、そういうまあ、マイナスの印象のコメントなんかも多くてですね。で、まあ、これがコロナ禍に企画されたの で2024年、まあ、コロナ5類から外れてね、まあ、だいぶ日常戻ってきてるんですけど、まあ、でもそのコロナによる痛みっていうか不安っていうかまだ残ってる感じでね、なんかそういう世の中の不穏な感じとか、まあ、あとはウクライナの戦争とかね、移民難民でイスラエルと、パレスチナのこうユダヤをめぐる差別とかね、民族浄化みたいなの結構こう絶望の出来事がこうどんどんこう重なってきしまったっていう2024年のこの時代の空気感みたいなのをトリエンナーレも反映してか、まあ、かなりこう正直しんどい暗い展示みたいに見えた方も多かったんじゃないかなと思います。で、まあ そういう見方も事実だと思うし、そう私も結構疲れた方なんですけど、ただそのディレクションした方はそういう世界は様々な困難に直面している絶望に対してね、なんとかこう希望を見出せないかということでこの企画をされたんですね。で、その希望をどれだけ皆ね、私たちがこう手に取れたか、もしくは今後その暮らしの中で希望を実践していくかみたいなことを、まあ行っていけばこの展示としては大成功、大正解というか大成功したって言えるんでしょうけど、まあ私なりにこう今回ねこう話すことでちょっとその希望の取っかかりみたいなのが見つけれないかなと思って、チャレンジしてみたいと思います。で、まあ、横浜ねすごい、こうねランドマークのタワーがあったり観覧車があったり、そういう公園としてももうすごく近未来な港の、都市をこうまあ、洗練したというか非常にね幸せな平和な、場所で、まあ小綺麗な場所ですよね。まあ、この中で横浜の美術ってあんだけこう世界の問題をねこうサンドイッチしてこう叩きつけたっていうのは、まあ、なかなか意欲的な展示だったんではないかなと思います。で、まあ、横浜トリエンナーレはいつもね小金町っていうこの昭和のダークな、まあ、風俗街みたいなところもね、まあ、かつての風俗街を、まあ、サテライトの展示スペースとしても使ってるんで、こう非常にハイブリッドじゃないや、なんか非常に洗練されたねエスタブリッシュメントされたこう都会の中と、まあそうじゃないもので、まあ、あとは国際展も西洋欧米の非常に洗練された現代アートとはまた別の、アジアのとか、昭和じゃないな、まあ、アジアの、中からこう見出していく、展示みたいなことになってたのかなと思います。で、横浜美術館もなんせねすごい暗かったんです。暗いというか、まあ、大変なんですけど、この後話していきますけど、その後私寄ったこの象の花のテラスっていうのが今のところの写真なんですけど、港横浜港が見える非常に開放的な場所で、この、両方に出ている桟橋がこう象の花のイメージみたいで、そういう名称でね象の花パークって呼ばれてるみたいなんですが、そこで展示されてた
ドイツ人の作家が、まあ、これこそまあ希望を見出す非常にまとまった展示になってまして、まあ、これがやっぱりその横浜美術館の中に置けなかった、まあ、外に、まあ、作家自身がもう暗い雰囲気の中いやいやってここの象のテラスに出てきたのか、それともキュレーションの段階でちょっとこれ違和感あるから外に出しましょうってなったんか、まあ、分からないですが、このドイツの作家ですね、七つの種っていうことで、まあ、未来をつなぐプロジェクトジャーニーズ7シーズ7シーズやね、コミュニケーションアンダートレスっていうことで、まあ、こんな感じの展示がされてて、で1から7番の、まあ、希望というか種っていうことを、プロジェクトの中で取り扱ってたんですね。だから多分こういう風な希望の物語というか未来を見ていく物語みたいなのを今回の展示ではまあ想定してたはずなんですけど、まあこういうものが意外に少なかったと。でしかもあったのこの象とテラスの全然離れたね港のところに単独であったというところも何か、うん、そういう、まあ、見る人鑑賞者がここまでたどり着けたかどうかっていうねところも考えてしまうかなと思います。で、まあ、7つの種は持続可能な地球のためのアクションを考えてやってみましょうとか、人々の共同で生まれる新しい都市と環境、まあ、さっきの横浜シティとか小金町ですよね、そういうところであるとかで、あ3番抜けたな、参加推奨と共同型民主主義、これはね参加型アートとか今リレーショナルアートとかでいろいろ取り組まれているようなところとか、4番あらゆる人を受け止める力と自己決定力、まあ、これはね教育の中でもそのインクルーシブ、障害のある方とか、まあ、あとは発達障害なんかも非常に今ね社会問題になってて、いろいろ実はたくさんいてたっていうね、まあ、でもそういう価値観とか世の、まあ、ものの見方とか認知の仕方みたいなのが違う人たちも含んだ、世界社会のあり方、それからまあそれぞれのそういう多様な個性を持った人が自分で決定、自己決定力して、まあ、エンパワーメントとか言い方しますよね、まあ、エージェンシー、主体的に自分がこう問題を、問題に取り組み、その中で分析し解決策を見出していくようなエージェントになっていくっていうような、まあ、人々で、5番芸術と文化を受け入れる土壌作りとかね、まあ、まさに今回の展示なんかはこの芸術と文化を受け入れる段階の人たち、まだ種からちょっと芽が生えてる人たちにとってはかなりきつい、そのいきなり野草でもう長靴で踏まれまくってね、もう全然こう草の根も生えへんって、だから結構それでもお前たちこう雑草として、こう雑草じゃないけど、まあ草木としてこう立ち上がってこいみたいな、かなりスパルタな展示ですよね。お前ら頑張れみたいなね。で6番障害学習の権利、まあ学びは一生できますよという、まあ、美術館なんかもそういう位置づけですよね。であと7番が普遍性のある共感の土壌作り、共感知能とか、それに対する人工知能があったりしますというね、まあ、このでまあテーブルで、そういうことをまあ話し合えるディスカッションできるものがあったり、まあ、ここは象のテラスで象さんいてるんですけど、でこのスピーカーからは日本のこの1番から7番のプロジェクトに取り組んでもらった人のインタビューを、まあ、多分反構造化インタビューだと思うんですけど、子どもから、成人男女で、まあ、高齢者までのいろいろなその声、多様な声で、まあ、どっちかというと声なき声ですよね。結構その表面的なことじゃなくて親身に自分のこう内面についてとか思いについて結構赤裸々に語ってたので、まあ、その辺もうまくインタビューをしていかれたんだろうなっていう、まあ、それがスピーカーで流されてたり、まあ、7つのアイデアで考えられるプロジェクトについての計画とか実行とかが写真で写されてたり、まあ、あとは窓側にね、そう、まあ、言葉で、まあ、その未来について考えようということで、
まあ、例えばもし無限の富を持っているとしたらここを どう変えますか、もうめちゃめちゃお金あったらこの港どうやって変えようかなとか考えるの結構楽しいですよね自分やったらどうしようかなとかね。で彫刻の像、ペリーの隣に本物の像がいるべきだと思いますかとか、目をつむってみてください何が見えますかとか、ここの絵を描くとしたらどこをどんな構図で描きますかとか、今ここで歌いたい歌はどんな歌ですかとか、まあ、そういう質問事項があって、なんかこうテラスで、あ、テラスっていうかこの椅子に座りながらね、インタビュー聞きながらなんかそういうことも想像するっていうのはなかなかね、こう頭がこう柔らかくなるっていうか、なかなかいい体験で、まあ、これこそ、まあ、こういう景色が見えるんですよね、あの横浜港の、うん、まあ非常に赤レンガ倉庫見たりとかね、こう未来について考えるっていう結構希望に満ちた展示に、この場所だけがドーナー花パークだけがなっていたというねところです。でまあその、まあ、希望、多分そのまあそのドイツの人はそういうことでプロジェクトしてやってて、まあこれ西洋のそのいろんなところで社会実験でこういうね、その新しいそのまあ都市とか社会とか経済とか文化のあり方っていうのはね、あの SDGs とかその OECD の先進諸国が集まって今後30年間どうしましょうとか、教育今後20年間どうしましょうとかいつも話してね、それがあの研究者が翻訳して日本の中で文科省とか厚生省に入って、でそこからまた指導要領とか保育指針とかそういうものに言葉としてこう、まあ、還元されていく部分があったりしてみたいなね、なんかそういうところで、まあ時代って動いてんねんなと思う一方で、まあじゃあアーティストどうすんねやろみたいなねところがあったりもしたりしなかったりするっていう感じでまあ多分そういう希望がもうちょっとたくさんあればね、あの変わったんでしょうけど、横浜美術館の中はね、あのまあなんせ不穏なんですよ。これ最初入ったとこのグランドギャラリーって言って、まあ、広くこう吹き抜けのところで、まあ、ここの階層はねよくなってたと思いますが、こういうキャンプ手作りなこうその現場で手に入れたものでね、こうキャンプができるような場所を作ってたりとか、まあここがホールの全体図ですね。で上からさっきの赤い布があったりとか、こんな感じですね。なんかちょっとこう怖い感じとかで、難民とか移民とかね、サバイバルとかね、まあ、そんな感じの雰囲気があるようなものになってます。でここの、映像作品がウクライナの人の作品で、こんな感じですね。トゥルルーン、トゥルルルーンとかね、ドゥ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 、あのここのホールと、あと2階が一応それぞれのこう展示スペース、企画展の展示スペースなんだけど、どこの部屋でもこの音聞こえてくる大音量なんですよね。でこの音何かっていうと、ウクライナの空爆の爆撃の音なんですよ。で爆撃の音を市民が、練習してる、ドゥルーンとか口で言ってる音なんですけど、なんでこれ練習してるかっていうと、爆撃の音によって逃げ方とか対処の仕方が違うので、シュワン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 とか来た時は、まあ、こういう風な感じで逃げましょうとか、地下に行きましょうとか屋上に行きましょうとかね、そういうのを覚えるために、あのトゥルン、トゥルン、トゥルンとかってその爆撃の音をやってる、まあその声真似でやってるっていうもんなんですよね。まあ、そのなんかこう不穏感、非日常感で市民の人がその爆撃の音をやらされてる。でもそれはそのふざけてやってるんじゃなくて、かなり命にかかるシビアな問題で、でそういうものがずっとこの回ってる間にね、あの聞かざるを得ないっていう、なんかずっとそのなんかこう不穏な状況、不安定な状況に観客を起き続けるような、まあ、こう構成になってるんですよね。で、まあその最初はもうまあすごいなとか迫力あるなと思ってたんやけど、どこ行っても聞こえてくるからだんだんしんどなってきて、
結局そういう、まあ、ウクライナとかそういう戦争とか難民とか移民の問題からやっぱ目をそらせれないというか、そらすべきではないというか、今も続いているんだというか、忘れてはいけないというか、なんかそういう抑圧ですよね。プレッシャーみたいなのがすごい出てくるんですよね。で、私は開館すぐ10時に行って、奈良から始発に近い電車で行って、で10時に開館と同時に入って、結局何時まで行ったのかな、4時前まで行ってたんで、まあ、お昼ご飯で3、40分抜けてるんですけど、5、6時間いて、でずっとこのトゥルルン、トゥルルン、トゥルルン、トゥルルンっていうの聞いてたんで、最後の2時間ちょっともう辛くて、あのイヤホンで、なんか違う YouTube の音楽聴きながら聴いてましたね。だから全然見方変わってきて、楽しくなってきたんで、やっぱその音の力って結構えぐいなと思いました。で、まあそのテーマとしては今ここで生きているっていうね、まあさっき言ったようなことですね。非常事態があったり生き延びたいがあったりっていう、まあそういうふうな感じで、生き延べるためのその希望みたいな、なんぞやみたいなことを、まあこうこの展示で見つけていこうというような内容になって、でこれはね、フランスの方がその移民ですね、まあ多分戦争とかの難民移民が、まあテントをは地下とかに勝手に張って泊まってて、で気がついたら撤去されてたというようなもので、それは写真に撮って、まあちょっと撤去されなくなってたっていうのをこう削ってるようなものであったりとかですね、汚れを残さないディルク・ブレックマンで、まあこういう移民難民戦争コロナみたいなのがメインのグランドギャラリーのところにこう、まあオキュパイ占拠されてるっていうような感じなんですね。でそれを2階がずっとぐるっと回れるようになってて、今回ね、ちゃんと動線もうまく展示のカーテンとかで作って一方通行にしてて、それはすごい見やすかったですね。前行った時はもうここの美術館って本当使いづらくて、アーティストってディレクターもかなり頭悩ませてた感じですけどね、トークショー聞いてたら。ダメとは言ってなかったけど、まあ個性的やみたいなね。だからまあその動線をうまく作って、まあ章立てで1章2章3章みたいな本を読むみたいな感じで、まあ展示してたのは良かったと思うんですけど、ただそれが全然その1章2章みたいなこうストーリーみたいな感じでそれぞれの部屋ができてるかって言ったら、一応タイトルはそうなってるんですけど、中身が本当バラバラで、なんていうのかな、ごちゃ混ぜなんですよね、めちゃめちゃ。ここのこれは私が分けて、作品見た写真を全部こういう1番から8番の分類にしたんですけど、そのサバイバルの門と環境問題と読書文章とで日中関係とか縄文とか、まあ、そのとかあと個人のアイデンティティとか、なんかそれがもうね、1つの部屋ごとに全部7つから6つぐらいの内容が入ってるんですよね。だから見ててわけわからんくなりやすいんですよ。このことをやって、またこれなんでここにこれが入ってんのみたいな感じが連続するんで、すごくこう頭に対する負荷が強いっていうね、まあ本当スパルタで徹底的に頭鍛えようじゃないけど、これとこれってどうつながってんのみたいな。私も2周したんですけど、2周目でだいぶ整理されたけど、それでもなかなか分かりづらい、これってなんでここにあんねんみたいなもまだまだあったりして、でまあそれが見にくさの人、まあ、読み解きにくさの一つになってるんですけど、まあそれをちょっと僕私はこうやって分類して分けたっていうようなもんになってるんですよね。でこれまず1個目のさっきのあれやね、グランドギャラリーのでっかいとこは移民難民戦争コロナいうことでこういうものがあったりとか、まあ日常的にあるものをね、ブリコラージュ、集め合わせて何か創造的なものとかを作るとか、あとはキャンプ、もう本当にこれまさにキャンプそのものを再現してて、まあ、味噌とか何かぬかとかそういう自然的な環境的なそのものみたいなもので何かサバイバルするものをキャンプとして構成されてたり、デンマークかな、発酵とか下ごしらえとかね、セレンオーゴットブレッパーズラブ、
こんな感じですね。そういうものがあったりしてました。でこれは2階の部屋で、この人もなんかドイツの人で森にこぼってサバイバルしてるみたいなんですよね。なんかサバイバルがあったり、これギャラリーの部屋なんですけど、ここ労働のリアアクトメントの人工住国で取り上げられてた、あの労働闘争 の、 あの再現演劇みたいなのがこの小屋であったり、でこの後ろが B ゼミの創世記 の、 その展示資料があったりとか、本当ね一つの部屋の中にバラバラの内容が全部入ってて、あのそんな感じなんですよね。分かりづらかったんでちょっと切り取って、まず難民とか移民とかサバイバルっていうところで話していきたいんですけど、これサバイバルですよね。ドイツの、動画で10分ぐらいだから、そんな長くない動画です。ドイツの白人男性がこう目ちょっと言ってますけど森にこぼってサバイバルしていくっていうようなもんですね。バルダー2023、7分25秒か、全然これは全部見れましたね。で、なんかね、そのどう言えばいいかな、まあ一人の男が気を取り、何者かの戦いに備え本を読み歌い肉にかぶりつきながら森をさまよっています。男は自分が持っているものを守り、他者の支配を許してはならないと熱っぽく語ります。ここで参照されているのは唯一者とその所有などの著作で知られる19世紀のドイツの哲学者マックス・シュティルナーの思想です。また男はアドルト・ヒトラーの名前を挙げ、自分が彼より優れた存在であると思います。男は一見この森の全てを支配する王のように振る舞います。しかし彼はまた、外の世界に居場所を失って森に逃げ込み、自己を正当化するもろい存在のようにも見えます、ということで、まあね、なんか要するに森に引きこもってるんですよね。で自我が肥大して、なんか非常にすごいこう俺はできるみたいな感じになってると。でなんかこうトークショーで語ってたんですけど、今ドイツのその白人男性たちが森でなんかこうエコロジーとか有機野菜っていうかな、そういう食べ物とか大豆とかねを大事にして、そういう豚とかああいうカロリーの高いものとか、地球のエネルギーをすごい消費するような牛とかね、そういうのは食べずに大豆とかを食べてるみたいなのがあったりして、でもそういう人たちって漏れなくオルタナティブ右翼っていうか、ヒトラーとかね、なんかこう保守になっていって、こう移民とかを排外するみたいな傾向があって、でなんかそういう話してて、まあなるほどなと、なんかこうありがちなんですけど、非常に正しい行為、環境に配慮するとかいうことをしていくと、かえってなんかその極端な行為がすごい排外的になるっていうのは、私も人生経験でいっぱい見てきて、日本ではフード左翼っていう言葉がありますけどね、あの食べ物これがあの体に悪いとか添加物やとか、いやもう添加物あかんのですけどまあでもなんかそれあんまり極端にやっていくと、どんどん排外的になっていって、なんか森に入ってコミュニティを作り出すみたいなね、なんかそれがドイツでは白人男性にそういう傾向があるのがあって、へえとか思ったりもしておりました。でこれはね、また映像で別の部屋にあったんですけど、その次の部屋かな、これは2人の黒人男子、まあ、男の子ですね、と白人の男の子が、自転車とかでずっとこう人のいないところをサバイバルするような映像になってます。これも30分ぐらいやったから見れたかな。こんな感じですね。なんかこうもう人がいなくなった後のこう廃墟というか、あの核戦争後のなんか生き残った2人みたいな感じにも見えたりもするんですけど、まあ あまりこう喋らずに淡々とこうサバイブしていくみたいな、こういう白人と黒人の男の子たち、男の子2人ですね。アメリカ、カルフィオリ、まあ、これ読まんでもな、ごく普通の人が、まあ、作者はごく普通の人が困難に直面した時に発する言葉に関心があると。でまあその人が失敗への不安をやり遂げようとする強さの結び目で放つ創造のエネルギーはどんなものなのかっていう、ね、後戻りはしないっていう、もう本当にこうサバイバルで、まあなんかこう
引くところがないというかね、うん、でもこんなの見るとね、私コロナになってから毎月キャンプ行って山にこもってるんですけど、あのなんかこうあまりにもこう不安が大きくなりすぎたりして、まあ森に行くと落ち着くとか、あのお酒森でお酒飲んで中学の同級生とね、あの2人で飲んだりとかして、まあ別に大した話しないですけど、そういうこう、まあ、気心知れた人と、まあその保守的にね、こう山の中でこう過ごしてこう気持ちを回復させていくっていうのは、まあなんかわかるなっていう感じもするんですよね、うん、このおっちゃんもまあほとんどこう自分たちとこう笑えないというか、もう自分もこうなってるんじゃないかなみたいなね。だんだんこう50歳ぐらいになると、もう世の中と関わっていくのもちょっと面倒くさくなっていくっていうかね、なんかそういうのもありますよね、うん、まあサバイバルでこういうまあ布を使った、身近な布を使った、まあ、パリの女性の作家ですねがあったりとか、あパリじゃなかったごめんなさい、うん、これね、でもう一個全然、場所横浜美術館じゃないところの、どこやったかな、これは離れた場所歩いて行ったとこですね、バンクアートカイコってね、羊毛じゃない、カイコやね、カイコ眉の、キートを作ってたところの後のところで多分展示スペースしてたところだと思うんですけど、ここにあった映像作品で、まあ、これも1時間ぐらいあって、まあ、全部見れなかった3、40分しか見てないんですけど、これもサバイバルというか、あのシベリアのツンドラに、まあ、人が嫌で家族だけでこう引っ越してきて、そこでまあ本当にこう猟ですね、銃で鳥を飼って川で船で行って、でも本当にサバイバル、こう人に会わずに生活してるっていう人たちの暮らしを、まあ、ドキュメントで動画で撮ってるんですけど、だけどたまたま隣にもう一人の一軒が来て、でたった広い大地で誰もいないところに2家族しかいないのに、その2家族の柵、どっちが領地かっていうのですごい揉めてるみたいで、なんか人間ってほんまそうやよなみたいな。でこの川の島、離れ島だけが唯一両方とも その子供が遊びに来れる場所で、まあ親はもう喧嘩してるから多分会わないんでしょうけど、子供はここでたまに会うことがあるんですけど、この向こうからこう隣の家の人がね船でやってくる時のこの子供のすっごい不安な顔、なんかもうみたいな、なんかよくわからん恐ろしい他者が、他物が、他人がこの島にやってきたみたいな、だからもう家族しか、その森の中でも家族しかいないんですよ、誰とも会ってないから。だからこう他者に対する不寛容というか不安というのが、その多分私たちよりも想像を絶するぐらい不安で、でなんかそういうこう近所付き合い言うたらなんかそういうものがこんなシベリアの広大な大地でもあるよねっていうね。でなんか全然そううまくいかないですよ、こうお互いのこう土地のここまでがお互いのこの共有物かな、薪とか多分鉱物とかその共有スペースみたいなところがたった2家族なのにめっちゃ揉めてるっていうね、うん、でこういうなんかこう結局人間やから、その共同性とか公共性とか共有とか、まあ、あとは不和、まあ、敵対性とかね、こううまくいかないことを調整していくみたいな、絶対生まれますよね。私もその自治会でなんかこうあのもうしょうもないことでめちゃめちゃ揉めてたりとか、まあ、その個人個人それぞれ違うから、もう高齢の方ですっごいやっぱ不安が大きくなって、すごい小さいことにもう気になって仕方がないみたいなね。でまあその話聞くだけでももう2時間経ってしまうとかね、まあ、会議で8人ぐらいいるのにもうずっとその人が喋り続けて、3分の2ぐらいその人が喋って独演会みたいになってるとかね。なんかこう民主主義とか公共性とかなんかそういうものがこうサバイバルっていうものの中でも起こってくるっていうね、なんかそういうのがこうまあしんどいなっていう横浜まで来てまた家の自治会のことを考えなあかんかみたいなね。
そういうしんどさはありましたね、うん、であと次環境ですかね。環境問題、まあここはそんなに多くなかったけど、こう植物で、これがまあ動線をうまく作ってましたね、この作品でね。壁を作ってラファエラ・クリスピーの私たち、こんな感じかな。でからシガリエコさんの、これも日本のあのイノシシとかそういうのをね、こう猟する人たち、まあ、害虫駆除する人たちの、まあ、インタビューとか写真とか言葉みたいなのが載ってたりとか、まあ、森との共生とか環境とかっていうもの。でこれはコロナのあれですな、消毒のやつ。まあ、この人はなんか生まれた時から脳腫瘍の手術を受けてずっと消毒生活がまあ当たり前だったんだけど、まあ、コロナによってその自分の日常、人にとっての非日常が日常になったっていう不思議なその錯覚っていうかね、その感覚みたいなのがあったっていうのを作品化してたり、まあ、あとはこれは非常に分かりやすいその、生き物野生との共生みたいなんで、まあ、キッチュな可愛い子供の声でそのウサギの人が野生の赤ちゃんウサギちゃんを産んでお花の種が育つみたいな、なんかそういうちょっとこうストーリー性とか物語性を感じるようなものですね。これも横浜美術館とは違うところにあった、これは第一館、もともとあれですね、銀行のあったとこやったかな、旧第一銀行横浜支店で飾られておりました、うん、まあこんな感じなんですよね。はいまあだからね、あのなんか本当にね、こう今一応つないでいってるんですけど、こういうのがバラバラに大体だから8種類ぐらいの、あのテーマがこうバラバラにそれぞれの一部屋一空間一空間に、まあ、7つぐらい混ざって展示されてるんで、見る人はかなり混乱してきますよね、うん。まあ、だからといってこの私の分けた分け方で全部こうカテゴライするとまたそれはそれでちょっとね説教臭くなるというか、あでもどうなんやろうな、その同じカテゴライズした中でのその不和とかなんかお互いのなんつうんかな相互作用みたいなのもあるからね、まあ多少カテゴリーは揃えてその中での相互作用とかその点と点の作品をどう結びつけるかみたいなことは鑑賞者に委ねるぐらいの方が、まあ、見やすいかな、伝わりやすいかな、なるような。今回はかなりその点と点の星座みたいなものをつなげるエンパワーメントというかエージェント力というか主体勢力というかその辺がやっぱ相当過酷なんで、うん、難しいなと思いますよね。で今回一番作品数が多かった4番経済格差労働闘争新自由主義の作品を今度紹介していきます。全共闘世代日本のね、こういう学生運動みたいな写真が、たくさん貼られておりました。共に戦えと。であとはそのビデオで海外の、まあ、欧米ですね、ヨーロッパの、デモやったり組合運動だったり、がこう展示されました。これもかなり、たくさん、しかも広い、部屋、あの密林の火っていうのが2部屋あるんですけど2階の半分を全部覆ってるんですけど、その2階の半分にずっとこう点在して何個も何個もこのビデオ作品があって、だからそのあれですよね、労働組合運動みたいなんとウクライナのその爆撃の音ドゥ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 ンドゥ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 ンっていうの等がこの2階全体の重層低音というか全体に対してずっとこう響き渡ってるというか聞いてるようなイメージですよね。効果を発揮してるようなイメージ。極右主義者の難民反対デモですね、トマス・ラファ2016年。
こんなんね、あの警備隊との衝突とかで、あ、これはジェレミー・デラーの再演ですね、リアクトメント・オグリーブの戦いっていうやつですな。これも50分ぐらいやったかな。まあこれがその、これも一番奥の反対側になったんですけど、全教徒のとか東大紛争とかの写真ですね。でこういうリアルな写真とか、さっきの動画のこの、デモのやつの真ん中に、まあ、これはちょっと後で説明します気になるですね、さっきの人形ね、あ、ニューヨークの方ね、の真ん中にこのジェレミー・デラーの、リアク再演デモみたいなのが青い小屋のバラックの中で映されているというようなものになっております。だからまあこれだけまとめてくれたら、あのもう少しこう、まあそういう世界におけるデモとか、新自由主義との戦いね、サッチャリズムとか、まあ、新自由主義っていうのはその労働者を搾取して、どん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 サラリー給与を減らしていって、まあその投資家資本の株主の方にお金を誘導するような仕組みで、それに対して私たちは連帯して戦わなければいけないっていうね、まあすごいメッセージが伝わってくるっていうようなもんになってると思うんですけど、まあそこにまた全然違う作品がねぶっ込まれてるんでね、ようわけわからんくなるんですよね。でこれだけで見ると、現実のデモとジェレミー・デラーのオリーブの戦いっていうのは、このデモを、過去の1984年イギリスの炭鉱地区で起こった 6,000 人に及ぶ、デモを、2001年にもう一回町村の人っていうか、その炭鉱村の人に集まってもらって、で警察官みたいな人も演じてもらって、雇ってね、俳優をね、あの再現するっていう、その時にあったその、デモの様子を再現するっていうのを動画に撮ったドキュメンタリーになってるんですよね。だからあのなんていうの、虚構のドキュメンタリーというか、再リアクトメント、再演ですね、再び演じる、展示になってたりすると。でこれは人工地獄 の、 あの中でも取り上げられてて、非常に重要な作品なんで、皆さん熱心に見られてたと思いますが、この虚構の、まあ、虚構ではないんですが、再演のデモと現実のデモみたいなのが、まあ、ちょうどこの展示の中でこう入れ子構造になってたりするって、まあ、これはまあ分かると思うんですよね、うん、でもこの中にね、なんでか勅使河原さんのなんかすごい縄文土器、縄文彫刻みたいなのがボーンと入ってたりね、あのそれがね、本当わけ分からないですよね。で、まあこれの人ではその 3D プリンター使って、弁護士とか会計士とか人工知能とか、その新自由主義が進むと将来なくなってしまう仕事を、の人たち、職業の人たちをもうゴミ箱いらないっていうのでね、こういうふうにあの彫刻、 3D プリンターで作った彫刻をこうデモの下に置いて展示されてるというのはもんになります。まあ、この辺もまあ分かり、こうやって見ていくと分かりやすいんですけどね。でこれまた全然違う部屋で、苦悶の象徴っていうところにあるんですけど、ここもね、なんかオブジェクトがあったり、奈良の作家さんなんですけどね、こう物との対話があったり、で写真があったり、鏡があったり、デモのその対話の作家があったり、これがあったりみたいなのも、もう訳分からんっていう。でこれはそのさっき の、 その労働組合の闘争っていうところからのつながりで言っていくと、アメリカのニューヨークのコロナ期におけるエッセンシャルワーカーですね、介護士とか保育士とか保育者ですね、まあ、そういう世の中を支える意味ではなくてはならない人たちが、なぜか給与がめちゃめちゃ安い、そしてめちゃめちゃ搾取されたり、まあその下に見られている、あの非常に低い、誰にでもできる職業やと見られたりしてるっていうね、まあ、めちゃめちゃ専門領域やし、あの過酷というか責任感も大きいし、
非常に大変な仕事で、本来は看護師と同等かそれ以上の、まあ、給与やったり社会的な地位みたいなのが必要なんですけど、なかなか現実は得られてないと。看護師もね、日本では昔ね、すごい給与安くて、20年ぐらい前にめちゃめちゃ全国的な労働組合運動をして、今のね、給与上がったんですよね。そこから地位が上がったんで、まあ、やっぱ給与面とか組合面でいうと、やっぱどうしても経営者は何も言わんかったら上げてくれへんから、こういう連帯したり組合したりデモしたりして上げてもらうってことはやらんと厳しいでしょうね、うん、なんかこういう結局組合とかしてる日本の中ってね、仕事をサボってというか、それはその組合の仕事するぐらいだったらちょっと頼むからこっち手伝ってくれよみたいな、その非常にこう短期的な合理主義みたいなのが日本人って強いので、その中長期にやるってことがすごい苦手ですよね。なんか今目の前で困ってることとか助けやらなあかんことっていう関してはものすごい空気読むので、みんなテキパキ動くんですけど、こういうちょっとこう春と春の戦いとかね、なんかそのストライキで電車止めたらもうめっちゃクレームが来るとかね、いやそれは大変やし困るんやけど、でもそれで自分たちのその旧労働の価値づけみたいなことをやっぱり訴えていかへんと、なかなかその搾取されるだけやでっていうね、うん、まあそういうのあったりしますよね。でこれもそのまあ闘争ですよね。台湾の尼崎革命やったかなの後のそのそのデモそのものの写真ではなくて、デモが終わった後の痕跡みたいなのを撮ってる作家ですね。ちょっとそのデモの捉え方が終わった後の事後的な写真を撮る作家とか、まあイギリスの炭鉱の再演リアクトメントをするとか、現在リアルタイムのデモ、まあ、あのデモはそのロマっていうね、まあいいか、まあ、そのアプローチの仕方が違うっていうね。で今回ね、台湾の作家とか香港の、まあ、特に台湾やな、台湾の作家が2人か3人ぐらいいたんですけど、キュレーターの方、北京の中国のキュレーターの方なので2人いるんですけど、キュレーターというかアーティストディレクターですね。なかなかこう台湾の人をね、採用するっていうのは、ね、勇気いるんちゃうかなって。中国は台湾を国として認めてないですから、自国の領土だっていうことだから、やっぱその台湾と中国、まあ、もしかしたら後で出てくる日中関係もね、デリケートな部分もあったりするので、台湾と中国もデリケートどころか完全にこうさっきのね、ツンドラの森にある2人の家族じゃないけど、めちゃめちゃ揉めてるっていうか、あれなんで、なんかそういうのを、まあ、アートを通してここでつなげてくるっていうのはかなり冒険というかリスクというか、大変なことやってるんじゃないかなっていうのは思いましたよね。しれっとありましたけど。あ、でもう一人台湾の、作家で、これですね、これも台湾か、これは台湾ね。台湾のある工場で働くベトナム人女性たちが待遇改善を訴え、寮に立てこもってストライキを始めました。その様子は Facebook を通じてライブ配信され、ほぼ流しっぱなしの映像が、まあ、見られたというものなんですね。まあ今時のその労働組合運動みたいなストライキのあり方を、まあ、これも再現ですよね、してるようなもので、まあ女性が多いよね、これ女性寮みたいな。でこっちもその布を縫う仕事を台湾でやってるんだけど、非常に安い価格で、まあこう膝も足もむくみながら、グローバル資本主義の中で、まあ私たち安いユニクロとかの服買えたりねしてるのとかは、やっぱこういう南北格差じゃないけど、グローバル資本主義の中でやっぱりその価格差ですよね、の中で実は達成されているっていうものがここで見られたりします。ここでも台湾のあれね、うん、
いやーどうすか、なかなかあれですよね、辛い辛いというかこれいつまでこう組合の話が続くんやみたいなね、あのストライキとかデモの話が続くんや。でも一番ボリュームが多かったんで、まあ、そういうのがあったりもしますね、うん、でこれはね第一勧業銀行の方にあった革命の先にある世界っていうところで、こうもう少しこうデモとかストライキとかね、労働闘争みたいなんとか社会活動、社会運動やね、社会アクティビズムっていうか、ソーシャルアクティビズムとかソーシャルワークとかね、そういう感じのものが、まあ、もう少しこうポップな感じというか、こうハードルを下げた状態で展示してたのがこの第一勧業銀行ですね。世界大混乱、もう勝手にやるしかない、間抜け反乱スタートみたいな、なんかイエーイみたいな、なんかこう、まあなんか日本の人たちはまだこれぐらいちょっと余裕があるとも言えるんですよね。なんかこういうパロディとかにまだやれるだけの余裕がある。でももうなんかヨーロッパとかいうのってもうなんかもう辛すぎて、なんかこう冗談言える余地がないっていうかね、なかなかシビア感がすごいですよね。でこれは版画ですね、後で出てくると思うんですけど、またこうアジアの、ここ日本、朝鮮で、ここ東南アジアの、東南アジアにおける版画のこう活動みたいなのを、まあこう連帯したりマッピングしたりっていうようなものとか、まああとは松本はじめさんでいいのかな、この人がこう社会活動みたいな、非常にこうユーモアも交えながらいろいろやっていって、高円寺に再開発はいらないみたいなね、なんかこういう感じのものとか、まあ、新聞とかガリ版刷ったりとか、素人の乱、松本氏惨敗とかね、こういうものが展示されてたりしておりました。山下陽子さんでいいかな、リメイク古着のブランド途中でやめるを主催する山下さんは、2004年に高円寺で古着店シランプリを経営しながら、素人の欄に初期メンバーとして関わってきました。こう霊園ショップとかね、こうお金のいらないショップ、まあ、資本主義に対するカウンターみたいなんでやってたり、子供の解体をそのまま服にするとかね、こういう感じの半角とかね、うん、まあこういうのがあったりして、間抜け反乱、世界間抜け反乱手引き書、松本はじめさんであってるね、はい、というのがありました。だからまあ今経済格差、労働闘争、まああと新自由主義とのこう戦いみたいなね、うん、まあまだまだこれから激化しそうですが、まあそういうことに対してどういうふうなアクション、希望を見出していくのか。で日本の場合はやっぱさっきの松本さんみたいな、やっぱユーモアとか面白さとか気楽さみたいなのもいるよね。まああとはそのなんつうのかな、結構日本は空気読んでやるから、もう決めてしまえば、その春だけとか、春と秋だけとかに春闘みたいな、その組合の運動しますみたいな、まあイベントね、行事にしてしまえば日本人って強いので、お花見みたいな感じで、まあ1年に1回組合でその給与面というか、労働者の立場を底上げする、労働者の立場について、まあ意見を申す時期を作りましょうみたいな、春の花見と同じで何月はそういう時期にしましょう、まあ、4月はちょっとみんな忙しいからね、本当は秋ぐらいとかの方がいいんじゃない涼しい時に秋に集まって、秋の虫聞きながら、まあ、ちょっとが今年も夏は頑張ったなみたいな、ちょっともうちょっと給与なんとかしてほしいなみたいな、そういうの行事で組み込んだらいけそうな気するけどな。
まあそんな感じの、話がこの中に出てきました。で、ちょっと待ってね。そのどんだけこう混ざってたかっていうのがどっかにあったかね。まあいいか。うん、で、まあ、あとそのユーモアっていう部分で言うと、他の作家でもまあ丹羽さんやね、これか次の、よいしょ、こんな感じやね、子ども銀行に投資するとか、まあ、これ作家本人丹羽さんなんやけど、水たまり A を水たまり B に移し替えるとかね、なんかこういうちょっとこう都市とか町とか資本主義のその経済の制度に介入するような作家なんですけど、これはベルリンの壁があったところらしいんですね、ここので、左側が東ベルリン、こっち側が西ベルリンみたいな、その東西の水たまりを口で水含んで反対の水たまりにこうビャーってこう移し替えるっていうのをずっとやってる動画で、結構2、30分やってるみたいで、周りの人が気づいてなんかすごい気持ち悪いやってるなみたいなんで、その水たまりを足で蹴りまく蹴るっていうかね、ガリガリするみたいな、なんかそういうのもあったりして、なんかこう怖みたいな、というもあと怖っていうのがあったりとか、あとはこれ皇居までそのゴミをずっと掃き掃除をこうし続けて、こうゴミを集めてすくい集めるっていうものをやったりとか、で、あとちょっと離れた場所、これは第一勧業銀行の方にあったんだけど、レジで他の店でローソンで買った雑誌をファミリーマートのところに持って行ってもう一回買うっていうね、でまたそれを、セブンイレブンに持って行って買うって、自分の持ち物やねんけど、もう所有物になってる雑誌やねんけど、違う店持ってってレジ売ったら買えちゃうっていうね、なんかそういう資本主義の盲点というか、その所有とか経済とか貨幣とかっていう、まあ、そういうものをこう考えさせるような動画をやってたりとか、でこれはまた違う作家で、ベルリン、ドイツの作家かな、クララ・リデン、チニフシテっていうニューヨークの、金融街の街をこう歩いていって、で15秒ぐらいかな、20秒ぐらい歩いたらこけるっていうね、でまた何事もなかったように歩くって、でまた15秒20秒やったらひたすらこけるみたいな、ね、なんかゲームでそういう、ね、人間動かしてたらこうボーンってこけるみたいな、あんなイメージもあったりもすんねんけど、まあそういう都市に対するこう自分の身体を通した介入みたいなことをしてる作家も展示されてました。まあ、あとは都市で介入いったらこうサイドコアがね、この壁にまあどん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 こう描き足していくっていうね、グラフィティアートをしてて、でリニューアルして綺麗くしたばっかりなのにいきなりもう床を汚してるっていうね、なかなかこれを許した館長というか横浜美術館もすごいなと思うんやけど、まあこういうのをやってたり、まあ、あと同じくサイドコアが第一勧業銀行のここにネオン管で交通整備してる警備員の人たちをデジタルで映し続けるとかね、こういうのをしてたりしておりました、うん、なかなかね喋るの難しいな、今半分まで来たねでもやっぱりな、話しててもこうどんどんこう説明っぽくなるし、うわこれおもろいでしょみたいなのがね、めっちゃシュールな面白さやからな、丹羽さんの作品なんかはおもろいといえばおもろいんやけどね、うん、でもなんか笑えんっていうかね、他のなんか流れから来るとなんかあれも笑えんなみたいな、なんか辛いな、年辛いなみたいな感じに
思えたりもするよね。なんかそれに比べてこの横浜のこのなんつうの都市の写真のランドスケープというか風景のなんかこう幸福感というか近未来感というかね、これはこれでまあ恐ろしいっちゃ恐ろしいんやけど、あまりにも漂白されてる楽しさというか美しさやからね、人間って難しいですね。はい、で、次行った方がいいんかな。で次行きますか。でまあそういう経済とかグローバルとか新自由主義とか大きなそのなんつうんかな社会の流れとか出来事、まあ、戦争とか移民とかもそうやんな含め中で、まあ、個人が抵抗してたり個人が素朴に表現してたりもしくはこう独立したスペースオルタナティブなスペースを作ったりして活動してる作家みたいなのも点在されてたよね。そう、全てが点在されておりました、まあ、こういう作品とかあとあの写真撮影ダメだったんですけど、あれやね、この富山妙子さんっていう作品がこの円の中全部富山さんの作品でまとめられてて「私の解放」っていうタイトルなんだけど、まああの大日中戦争とか満州とかの建国もありながら、まあ、日本で女性で作家活動をずっとこう根気強くやり続けてた人で、なかなかその近代マッチョな男性主義の中では評価されてなかったんだけど近年すごく再評価されてきてその人の作品がこうまとまって見れてるっていうのは、まあそのジェンダーとかね、まあ、アジ東アジアとか日中とかいうことに日中の問題とかいうのを考えた時に非常にこう重要な位置に富山妙子さんの作品が、まあ、置かれてたっていうような展示になっております。であとこれはあのアボリジニアやったかなあの人の作品、マシュー・ハリス、そうやね、オーストラリアの、アボリジニの人々の遺骨や神聖な遺品を、まあ、博物館の収蔵庫にこう並べられてるのを絵画としてもう一回描いたという、これは実物じゃなくて絵画です、こういうふうに並べられてるという事実を、まあ、こう展示してたりとか、アフリカのコソボかなの、まあ、紛争して戦争があって、まあ、内戦やね、でその内戦終わってるんやけどその後の生活の中にまだまだ傷跡が残ってるっていうのをドローイングでこう表現してたりとか、で下がインドやったかな、インドのシロン出身で、まあすごいそのインドの中でもその山の中のね、民族というか集落で、非常にこう教育機関とか医療とかがインフラの不足も苦しめられてるんだけど、まあ胡椒黒胡椒の生産に強い誇りを持ってる人たちの、まあ、日常的な生活を、まあ、これもドローイングっていう形でこう、あ、版画やね、これは版画っていう形で表現してる作品、まあ、だからこういう個人の素朴な素朴というか個人のアイデンティティみたいな、まあ、存在みたいなところがこう絵画とか絵版画とかを通してこう、まあ、素朴にこう表現されてるっていうようなもんやね。これはカンボジアやったかな。あ、ごめん、ミャンマーやね。ミャンマーの、金属や植物、人工物的な化合物がいじまり朽ちて崩壊していくような、あ、まあ、ルビーが、一応
ミャンマーの産種で取れるんやけど非常に高価なもので、まあ、そういうのをまあライトで表現してるとか、まあ、あと坂本龍一さんがねナムジュンパイクの、パフォーマンスにオマージュとして、まあ、同じようにバイオリンをこう壊して引きずっていく動画とその引きずったものがあったりとか、まあ、こう文化大革命の中でね非常にこう表現とか自己表現的なものが抑制されている中で、まあ、こそこそっとこう素朴なこう風景画とか人物画を描いている作品であるとか、そんな感じやね。で上にねマルボロのこの写真撮った人とそのインドのそのいや産地の集落の人の版画がこう展示されてて、こういう対比が結構いろんなとこにあったんですよ。でこれがねまあ言っちゃいい、なんかインターネットでこの対比がいいって言ってる人もいたんやけど、いやなんか分からんなーって感じやねんな。上はこうマルボロアメリカのカーボーイの集落に入って、まあ、信頼関係を得てその写真を撮った、まあ、20年とか長い付き合いの中で写真を撮って、マルボロのタバコのね宣伝でよく使われてる写真やねんけど、なんかこういうアングロサクソンのグローバル資本主義のなんかこうのなんかこう西部開拓やんな、要するに新自由主義開拓みたいな、そういうものとインドのすごい貧しい産地の集落の版画みたいなのを対比させて見せたかったんかなとかも思うんやけど、分かりづらいよね。はい。で、あとオルタナティブスペースがボンと放り込まれてて、これは最初の方にちょっとちらっと言った B ゼミの活動がこうまとめられて一つのブースになってたというね、まあ、杉村さんとかねこの辺の話も聞いてみたいなと思うんですけど、小林明夫と B ゼミっていう、小林明夫さんがそのまあいわゆる伝統的な絵画彫刻とは違う表現方法を試行錯誤したいっていうことでやるべきだってことでね、こういうスペースを作る尽力されて、まあ、その奇跡がこういうふうに展示されてた。でこれはね前衛作家、これも台湾やったかな、台湾のあごめんこれは香港か、香港の前衛作家のパフォーマンスとかオルタナスペースとかの様子が紹介されたね。うん、まあ、だからこう点在してんねんけど、いくつかの方法でまあ希望というかサバイバル、生き残っていくというか、こう戦略的にやっていく時の方法がまあこういう個人の表現で格闘するとか、もしくは教育とかオルタナティブスペースを作ってとか、もしくは前衛のこうグループパフォーマンスを作ってやっていくとかね、まあ、そういうなんかいくつかの方法論みたいなものを紹介してるんかなとも好意的にとれば見れるんやけど、まあ、それもちょっとあまりにもこう点在しすぎてて、うん、整理しきれないっていうかね、どう受け止めたらいいんやろうかいうのは難しかったなって感じやな。さっきは難しいしか言うてないね。どうしようかね。もう1時間だったね。ちょっと休憩していいですか。はい。なんか喋るのも久しぶりやしな。こんな感じで作家の説明だけしてたらあかんな。なんかね久しぶりにこう読み応えのある
展示というか、こう消化するのにすごいやっぱり時間というかね、その後も調べたり関わったり、こう番組で喋ったりとかいう中で、だんだん自分の中でこう整理されてきたり、まあ腑に落ちてきたり理解したりいうことがあったんで、そういう意味ではまあね、面白かったなっていうのはありますよね。うん、あもうこれ知ってるし分かってるしみたいなんで、うん、まあよかったねっていうのだけど、まあそんなにこう響かない展示なんかもあったりするけど、まあめちゃめちゃ引っかかりというか爪痕残されたみたいな、ね、今がアニメでガールズバンドクライっていうのが今年のあの春話題作ですけどね、そこでもロックで爪痕残そうぜって言ってるんで、まあそういう意味ではそのめちゃめちゃ爪痕残したその爪痕を横浜美術館とか呉山美香さんが回復してくれればいいんですけど、あのダメージ大きすぎて今後ね心配みたいなことにならなければいいんですけど、まあそういう意味では爪痕しっかり残した展示だったんかなっていう気がしますね。うん、でここから6番の読書文学で、ここが実はまあすごい大事だな、まあこの2人のね、あのキュレーターの名前もちゃんとまだ言ってなかったと思うんですけど、あの今回魯迅っていう中国の文学者を展示を考えるで非常に大事なこうものとしてね、取り上げてまして、これやね。で、その魯迅の書いた野草っていうのが、まあ、テーマ、野草、今ここで生きているっていうのに使われてるんですよね。で今回その2人のアートディレクターがいてて、1人の方はどっちかというとこう文章寄りというか文学寄りというかね、まあ、魯迅を選んだゆえんでもあって、でもう一人の方が、アーティストで、どっちかというと視覚寄りっていうかな、見た感じとかそういうもので考えていくタイプで、まあ、二人のその影響がすごく出てたんやろうなと思います。リュウ・ディンとキャロロ・イン・ホワ・ルーっていう二人のアートディレクターになります。で総合ディレクターが、まあ、館長の倉谷美香さんやね。なんで今回そのやっぱ生き残りとか今後のその希望を考える上では、やっぱ読書をすごく重要な位置に持っていってました。で、ホール、グランドホールの一番いいとこの真ん中にこの、タブレットで読書が、まあ Kindle みたいな感じで読書が読めるような場所が作られてて、唐谷公人の、まあ、社会化運動とかね、とあとジュティス・バトラーとかティモシー・モートンで、あとは人新世の斉藤光平なんかが紹介されてたと。であとグランドギャラリーの、まあ、中2階ら辺のところでも志賀理恵子さんの、緊急図書館っていうことで、まあこれもサバイバルとか緊急事態に対して路上脱出ガイドとかね、アクティブミュージアムとかヘイトスピーチって何とか、創造の共同体とかね、パレスチナから党とかもこういうものが紹介されてた。であとはテキストがギャラリーのいくつかのその部屋の上に溺れなければ泳がれないとかね、こういうテキストがいっぱい貼り出されてて、でこれはクリア川ハクソンっていう人の象牙の塔を出てっていう本の中の、文章から引用されてるんだよね。でこの、カリア川ハクソンは魯迅に影響を与えていて、魯迅がまあ好んで、中国にも翻訳を中国語でね、このハクソンの、文章を翻訳したっていう話があります。でこの魯迅は、どういう方かっていうと、辛亥革命、1911年の辛亥革命のらへん前後に活躍している方で、
で秦王朝が、まあ、辛亥革命で倒れると、アヘン戦争とかね、まあ、政治の堕落とかで倒れる。で、まあ、革命で倒れてその後いい未来が来るかと思ったら全然よろしくない、良くない未来になって、かなりその絶望を人生の中で送った方であると。だから今回のテーマの絶望とね、ものすごくこうつながる部分がある。でもう一個は日本に留学してて、日本と中国の間を行き来した、まあ、文学的にも行き来して物理的にも行き来したという、今回のその日本で中国の北京のキュレーター、アーティスト、ディレクターが2人やるっていうことの意味みたいなのが、この路地によってまあ保管されているというような構造になってるんだね、うん、これ路地の展示室ね。なんか日本の教科書でも路地のふるさとは紹介されてるみたいですね。でなんか文章が多くて、まあ、作家の説明はありがたかったんだけど、これ全部読むのはなかなか大変だっていうのと、まあでも読まんとわからないんでね、読むしかないっていう。であとこういうふうに文章がこう壁にでかいのが立てかけてあったりするのが いくつかの、場所に結構あったんで、これ詩ですね、ポエムがとか散文が、エッセイが、展示されてたりとかで、これも読んでたらすげえ時間かかりますよね。だからこの文学的なアプローチというのは実はこの、6番かな7番か今さらやないけど、結構今回の、展示を作っていく上では非常に大きなポイントだったんだと思います。で、路地がその日本と中国 その行き来やったり翻訳をしたりとかしてる中で、まあ、他にもいくつかその日本と中国をつなぐっていう作家とか活動が紹介されてまして、これが、リー・ピンファンでね、をご存知でしょうか。日中版画交流のキーパーソン、その波乱の生涯ということで、まあ、今回その版画と中国との関係みたいなのも、紹介されてましたので、これもね、いろんなとこ、横浜美術館の中でも部屋分かれて版画っていうものがいくつか点在してて、で第一勧業銀行の方にもあったりとか、これもバラバラで点在してるんですよね。でリッピーファンは、天津の名家に生まれ、思想家で小説家の魯迅が提唱した木刻運動と出会い、まあ魯迅が木刻運動を提唱してるよね、版画を通じた日中交流に生涯を捧げた版画家教育者ですと。木刻運動は帝国主義諸国の反植民地状態に置かれた中国を憂い、近代化と民族の独立を求めた革命芸術運動ですと。端緒となったのは1931年に魯迅が上海で開催した木刻講習会でした。講師には魯迅を支援した上海の内山書店経営者の弟内山克樹を迎えました。木版画は身近な道具で制作でき、複数枚つれ、何より文字が読めない人にもメッセージが伝えられます。魯迅と志を同じくした青年たちは荒れ地に種をまき、水を注ぐように木刻を通じて飲酒や列強に縛られた人々の心を変革しようとしましたのがあるね。で日中戦争が拡大すると木刻運動は抗日運動とともに広がってきました。抗日というのはまあ反日運動やね。1937年盧溝橋事件で日中が本格的な交戦状態に入った時に15歳だったリーもそうした反若者の一人でした。彼の転機になったのは1940年代初頭戦中の神戸に来日したことでした。1950年まで日本で暮らしたことで反日抗日がきっかけで始めた版画を通じ、日本で版画に関わる人々と出会い、日中版画交流の架け橋となっていきましたっていうのが説明されてます。まあこういう版画ですな。で版画っていうのはその日中のこの木刻運動とかいうのともつながりもあるし、あとはね、日本の版画
もう、社会活動とか社会運動とかのつながりが強いんですよね。だから前と町田市の、展覧会、町田市立国際版画美術館で彫刻刀が刻む戦後日本2つの民衆版画運動っていうのを展示がして話題になってましたけど、こう版画と社会運動とか、あと生活版画とかね、教育版画って、教育の中でも非常に版画ってそういう文脈で根強く残ってたりもしてます。で小学4年生から木版画があって、で図工の教科書にも載ってて、で彫刻刀は小学校は子供が買うことが多いので、買ってもらうことが多いので、買ってもらった以上やらないといけないということで、まず今でも全国で木版画をやってるとかかなり多いと思います。で4年生前の1年生2年生3年も紙版画とかスチレン版画とか、なんやかんやでね、版画って1年生から6年生までの授業の中でずっと一本の柱として、教材が図工の中に載っていたりします。でそういうまあその左翼的な運動とかね、まあ絵画で言ったら新しい絵の会とか生活画を描こうとかね、あとはその農業のさっきのね生活画と、もう一個その農業の絵ですね、民衆版画家と農業画って言ったら何か言い方あるよね、2つの民衆版画のうちの1つが多分農業で1つが教育やと思うんやけどね、なんかそういうものの中のつながりもあったりして、なんか版画っていうのはまあ独自のその文脈が見て取れるかなと思います。こんな感じやね。でなんかこういうリーピンファンのその活動を図案化して、どうやってその日本と日中の版画の交流を深めたかみたいなのも資料化されて、もこの辺なんかも研究発表に近いようなもんでね、なってます。ただなんかこういう切り口で今までこう語れてられなかった、その日中の戦時中とかの関係に別のこう光とか文脈とか流れを当てるっていうのはすごいいい取り組みで、これからますます起こればいいのになと思う一方で、なんでもうちょっと分かりやすく綺麗に整理できへんのかみたいな、これが急にこうボーンとなんか違うとこの展示の真ん中にドーンといきなり現れるんやみたいなね、こっちの脳の負担を考えてくれよと思いながら、まあ、こういうのがあったりしますね。で、リピーファン帰国後の日中交流なんかも書かれていると、マルキーリットね、都市夫妻の原爆の図が中国各地を巡回した時もリーさんが協力したというね、まあ、そういうあれやな、つながりがあったりするってね。あ、ほんで今回サイコンちゃんとかね、まあもう有名すぎて今更いいかって感じだったのかもしれないけど、全然関係してないのはなんでかなと思ったりしましたね。なんかあるんかな。こういうのな、これまだちょっと作家はあれないけど、まあ、こういう版画ってこうなんか社会運動とかとのなんかね、よくこう生活画とか、あとは労働の人たちをこう写生してるとか、木版画で彫るとかいうのもね、見たりしますよね。あ、ほんでこれさっきのあれやね、東南アジアにおける、木版画のグループマッピングみたいなのも別の場所で紹介されてたりすると。
はい、でそうこれところどころ点在する縄文的なオブジェ物体みたいなね、急にこれやからな、縄文のが真ん中に来るからね。これね、あれですわ、鏡との対話っていうところであるんよね。向こう側の作品はどっちかというと本当ね、私とか個人とかアイデンティティみたいな、まあ鏡との対話って分からんけど、縄文みたいなさ、しかもこの最初の方にも勅使河原さんから縄文の影響を受けたこういうのがあって、なんか縄文が点在してるっていうね。でまあなんかそのどうやらその中国の北京のキュレーターというかアートディレクターから見ると、その弥生時代以降、稲作以降は日本って中国の影響をすごい受けて、あの中国のある種属国じゃないけど、あの中国との関係で国ってできて、まあ、国っていう考え方が律令制とかね、国家とか仏教って考え方自体は全部中国からインストールした制度やから、あのその前の中国の影響を受ける前の縄文に対して興味があるみたいね、どうやら。これ私の推察ですよ。でそのだからその中国の息のかかってない日本の文化って考えた時に、まあ、縄文が出てくるわけですよ。でそれは日本人の鏡として、弥生時代以降ではない鏡として縄文を取り扱っていると。でそれがまあ面白いのが、その戦後の1950年のその日本が戦争で負けたと、そのやっぱり天皇制とか、まあ、天皇制もその弥生時代以降ですよね、まあ、大化の改新以降というか、以降のその中国の影響を受けた天皇制による、まあ第二次世界大戦のまあ敗戦みたいなことに対するまあ反動から、その天皇時代の前の文化ですね、縄文ですよね、縄文への興味がすごい出て縄文ブームになったっていうのが書かれてて、多分1950年頃の縄文ブームって書いてるから、ちょっと主体性論争とかやってた時で、もう一回その日本人としてのアイデンティティを戦後5年経った時に構築する時に、まあその縄文っていうものが呼び覚まされたと。で今回の展示でもその北京のアーティストディレクターから見た時の日本っていう部分で、その縄文っていうものが一つのこうキーワードになってた。でもう一個富士山やねあのなんかそういうものもここに鏡としての部屋に展示されておりました。なかなか難しい。で最後来ました、8番、揺らぐ人々の実存ということで、まあ、これはまあよくある人間とはっていうかね、男女ジェンダーとはとかフェミニズムとはとか、まあ、人間のアイデンティティとか文化的な形態とか、まあ、そういうものについて考えさせるようなものがいくつか、これも点在しておりました。こんなね、女性が軍服着てってジェンダーの問題とか、これはねまあこれもまあ人やね、自分のお母さんをリアルな人形マネキンにして、女の子がそのリアルなお母さんのマネキンで遊ぶっていう、まあ写真と実物の人形とで、まあ寓意的な物語みたいになってた。でまあこういうのもある。佃弘樹さんの海外ね、まあこの辺はまあ分かりやすいね。あとオランダの人が、まあ、個人主義、オランダはまあ近代にね生まれた個人主義の最たるもんで、なんかこういう一人の部屋で、ここでなんかこう体は気持ちを整える、なんかゾロアスター教じゃないけど怪しい宗教のなんかこう呼吸法とか身体体現みたいなことをこの小さなカプセルでやるっていうね。でこの壁挟んでこっちも全部労働組合のなんかとかもう出てくるからね、もう嫌やったんやろな、これ壁作ってもう個人私みたいな。まあこういうのがあったり、こういう絵でもこう自分個人肉体を通ったり、まあこれは移民の人らが
自分たちのそのグローバルな服装、まあ、スポーツファッションやね。で、まあ、それぞれデンマークやったかな、北移民の人が撮ってたりとは、これはあのまた別の場所やけど、フェミニズムとかジェンダーについての、まあ、言葉が書かれてたりって感じですかね。トランスジェンダーやな、うん、はい。というわけで全然うまく途中から喋れなくなってしまったんですが、なんかいくつかのね、なんかこう面白いヒントっていうかな、あーみたいな、その木刻、中国のその木刻とかリー・ピーファンとかロジンとかクリアガーさんの関係、まあ、文学的なアプローチとか、あんなのをとか、あそうなんやって新しい切り口で面白いなとか思える部分もあったり、うん。でもなんかその要素はやっぱね多すぎて、しかも混ぜるな危険じゃないけど混ぜちゃってるんで消化しきれなかったな。帰って今消化して喋ってみて、でもなんかまたヘロヘロなって思ったせっかく回復したのにな完全にヘロヘロになったって、もう喉枯れてるもん笑ける。だからね、どうせめてなんかこれ3つぐらいに分けたらよかったんちゃうかな。日中のこう文学的なアプローチおもろかったから、それは一つしっかり部屋っていうか、その半分やな、2階の半分はそれでよかったような気がするな、読書文学日中関係で。移民難民労働問題とか、そのグローバルな問題みたいな一つもまとめてしもて、であとは個人のサバイバルとか個人の抵抗とか、その個人また揺らぐ人々の実言とか、個人関係は全部個人かな。だから国家、日本中国っていう国家間のものにおける一つのカテゴリーと、で個人とか人間とか人っていうものに着目したカテゴリーと、あとは地球、グローバル、地球の問題みたいな、その大きなそのグローバルな問題に関するカテゴリー、この3つぐらいで分けたらだいぶ見やすくなったんちゃうかな。地球規模の非常に大きな視点で起こってる出来事について考えてる作家たちで、日本中国とかいうその国家間の中で起こってる人の動きとか歴史とか、その木版とか文学を通した交流、なんかそのいわゆる今敵対してるイデオロギーとは違うさ、文学とかさ版画とかその芸術を通した交流っていうのがあるわけで、それが見えたのはすごい良かったと思うしので、まあそういう国家間の交流、まあ、国家間のまあ問題で、最後個人の、まあ、コロナですごい生きづらいとか、まあ、ジェンダーフェミニズムのマイノリティの問題で生きづらいとか、まあ、紛争があったり災害があった後のその個人のそのまあこうどういうふうにこう気持ちを持ち直していくのかっていうような問題とかね、個人の問題みたいな、その3つぐらいやっとやりやすいかな、見やすかったかなと思うな。うん、でまあ私としてはなんでこんなに混ぜたのかなっていうのが非常に気になって聞いてみたいなと思いました。前あの横浜のさ、3年前はコロナで私行けなくて、6年か7年前にその星々の星座とガラパコスっていうテーマやったかな、あれもめちゃめちゃ星座やから点在しててさ分かりづらかったっていうか、そのいろんな内容がこう分散してて、まあだから横浜トリエンナーレでまあそういう傾向があるっちゃあるんやろうなとは思うんやけどね、こう あんまりこうストーリーにしないっていうかね、偶意にしないっていうか、長谷川優子さんとかキュレーションしてたらめっちゃその分かりやすいっていうか、第1章第2章第3章とかこう見ていくためにこう腑に落ちていく感っていうか、まあ、物語性がすごい強くて。
理解しやすいんやけど、なんかその横浜トリエンナーレはなんかまあ前の愛知トリエンナーレもそういう意味では分かりやすかったよね。まあちゃんとその章立てごとに、あここのパートはこういう作品が紹介されてるんやな、少なくともこう分かったんで、そうなるとねキャプション読む量が減らすことができるんですよ。このフロアはだいたいこう国際的な問題なんやなとか、このフロアは個人の問題なんやなって分かれば、キャプション読まずに結構分かって、一人のキャプション読めば他だいたい分かるとかね、最初の章ごとの説明読めば別に個々のキャプション読まんでもあの作品の理解って進むんですけど、今回も本当に一個一個に全部違うそのテーマ内容の作品やったから、全部キャプション読まんと分からないんですよね。それもすごい疲れた原因かな。まあ読まなあかんって文字疲れはね。うん。でもなんか理由があるんでしょうねっていうことで、まあね、そのある程度なら物語性にするとどうしてもキュレーターのその意図、こういう文脈で読んでください、こういうふうに体を運んでください、見てくださいみたいな形になるので。その鑑賞者の読み取りの自由度は確かに減る、うん、でも自由ってやっぱり経験があるから自由って扱えるから、経験がない人にとっては自由って結構ストレスやからね、めちゃめちゃ辛いっていうか、分からんとかもういいとか面白くないとかいうことになるから、その自由な見方とか自由な点と点のつなぎ方を促したいんであれば、やっぱりその鑑賞者の経験値を育てていく、上げていくっていうことが必要になってくる。だからせめて前半は経験値を上げる流れ、こういう流れで見たらまあある程度こういうふうな理解ができますよねにして、後半はもうランダムに見てください、つなげてくださいみたいにして、あのやる、まあ要するに何事も基礎があって応用がある、まあ、自由とか主体性っていうのも多分そういうもんやと思うので、その辺がねやっぱり構造化されてないっていうのは今回の展示のまあ批評といえば批評かな、うん、まあ教育なんかでも本当あるあるで、自由にしなさいって自由に見てくださいって、もそもそも興味なかったら見えへんし、もうええって思んないって言ってどっか行っちゃうからね。だからある程度その見るためのリテラシー、素養を身につけた上で自由にしなさいとはみんな結構面白く自由に見たり意見言ったりしてくれるし、まあ意見なんかも最初はその好きに言ってくださいって、も結局喋る人っていつも同じになっちゃうから、いろんな人が喋ったり議論したり話が噛み合うような構造化みたいなのせえへんと、なかなかねそういう主体的な議論なんていうのも成立せえへんし、まあ、その辺がどうなんやろうな、考えた上でやってんのか、ただ単に経験がなくて考えてないのかって、その辺もちょっと分かんないですよね、うん、まあすいません、なんか全然ただの感想で偉そうに言えるようなことではないんですけど、でもなんかそのもしそういうことが、これからやろうとしたいこととか、これからやるべきことだっていうんであれば、やっぱその辺の構造化とか系統性とか、その方法やね、技術やね、技術をこうちょっとずつこうみんなで作っていって、でそれを共有して、その美術館が市民をと一緒にこう共に市民社会の中で豊かとか、このなんつうかな、まあみんながこうウェルビーイング、まあなかなかいいなと思えるような社会とかを、まあ、美術館を通して共にこう作っていくにはどういうふうなあり方があるのかっていうのは、本当ね、これまだ全然できてない、これからノウハウを作っていく時期やと思うんで、まあそういうのを少しずつこうできたらなって、自分もまあ教育を通してできる範囲に協力できたらなと思いますけどね。
まあ、そういう意味ではこのドイツの最初に戻りますけどね、かなり上手に、そんなにこう気をてらうようなプロジェクトではないですけど、非常にもう今そういう対話とかプロジェクト型学習とかインタビューの方法とかで、どうやってその問題に向き合っていくかみたいなのがいろいろ方法論が出てきてるんで、まあその辺のそのまあ先行研究とかね、基本的な情報を抑えた上で作ってる感じはすごいしましたよね。まあそういう意味ではそのオーソドックスというか、別に目新しさはないんかもしれないですけど、でもその安心して参加できるとか表現できるとか想像できるというようなもの枠組みができている展示で、まあ居心地がいいし気分がいいしね、嫌な気分にもなりにくいっていうね。50年代60年代の前衛ってやっぱりなんかこう傷をつけてやるとか毒を与えるとかね、結構そのパワハラとかセクハラとかが出やすい傾向があったと思うんですよ。で結局最初の方に言ったオルタナ右翼とか森にこもってとか潔癖なそのなんか環境保護とかね、そういう風になっていくと、まあルーブル美術館のモナリザにペンキをかけるじゃないけど、なんかああいう極端なこと、結局暴力、まあ傷をつけるって言いながらただの暴力みたいになってしまって、全然社会的な理解は得られないですよ、何なことしてでもね。だからあれがいいんだってなると、やっぱちょっと未来がない、希望がないと思うので、やっぱりその安心安全とか、その安全地帯を作りながら、だからこそ挑戦できる。まあ幼児教育とかでいうとね、愛着形成とか安全地帯を作った上で探求活動探索活動ができるって言われてるんですけど、戻るべき場所とか失敗が許される状況じゃないと、なかなか人間ってチャレンジしないので、繰り返し失敗ができる、でまたもう一回やれるよっていう安心領域安全領域を作った上で、じゃあ探索しようか探求しようかみたいなことをやっていくっていうね、まあそういうステップやったり、領域だったり、そういう構造化だったり、まああとは基本があって素養経験を生んだ上で応用に移っていくみたいなね、まあそういう非常にこう難しくない当たり前のことを、まあ、やっていくっていうところが大事なのかなとか思ったり最近はしております、うん、じゃあ皆さん、もし無限の富を持っているとしたら、芸術のためにどのようなことをしますかね。よかったらコメント欄に書いて、いやそんなんやったことないけどコメントいただけたらと思います。というわけで、横浜トリエンナーレ2024年野草、今ここで生きている生きてるの、絶望の展示を希望に読み替えるにはということで1時間半話してきました。ちょっと久しぶりすぎて途中なんかグダグダになったけども、取り直すことができないということで1時間半喋り切りました。またどこかでお会いできたら光栄です。それでは皆さん、また、さよなら、さよなら。